ニホトレ戦、福島ヒン馬 S5 着エリカビータはハンドで調整。活気ある動きで4ロン66秒5をマークした。鈴木助手は、馬体がふっくらしてきたけど、見た目に太め感はないし筋肉になっている。馬がどっしりして、ン馬特有の入れ込みがなくなった。稽古は動くしもっとやれていい。気持ち一つで、重傷を、もう一つ勝てるのでは、 と2年前のサンスポショーフローラ S 以来となる重賞タイトルを狙う。新潟大商店6着ファユエンは南馬場で調整。主戦の菊沢騎手は前前走で、福島牝馬 S イコール13着で大きな不利があった後でも前走は馬を怖がったりせずに走れていた。自分で競馬を作れないので、上がり勝負になると厳しいけど、この馬の力を出せる流れなら、 雨ならさらにプラス、と末足の生きる流れを待ち望む。マリネロは昇級戦の前走、ヤヒコ S で直線の美を描いて急着。巻き返しに向け、11日の追い切りではリュ W コース単走でラスト1波論11秒7、5波論69秒2、と軽快な動きを見せた。格上挑戦となるが、加藤調教師は、だいぶ成長して丈夫になってきた。 精神面もいいし充実期に入っている。軽半での50キロは有利に働くと思うから、なんとか一発を狙いたい、と意気込む。